はようございます。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber が今日も皆様にコミュニケーション上の重要なポイントを一つお届けしたいと思います。今日は8月は13日の土曜日です。今からですね、この関東地方に台風が来ます。静岡ぐらいまで来てるんですかね。この今7時ですが、9時ぐらいからこの辺りは大雨になります。はい、台風の前の静けさから発信いたします。はい、この1週間あと残す2日ですけれども、強弱緩急間合いのこの3つがですね、人に何かを伝える時の要点になるというお話をしてきました。強弱緩急間合い、これはですね、全ての芸事に共通すると私は発見しました。特にですね、私がまあ50年以上やってます武術はですね、強弱、強く打つ、弱く出す、緩急はですね、スパッとですね、素早く出す、ゆっくりと出す緩急、あと間合いですね、相手とのですね、距離感の間合いというのもありますが、時間の間合いというのもあります。このですね、強弱、緩急、間合いがしっかりできているかどうかが、その人の上達度の判断になると思います。上達度のレベルはですね、その人の動き、その人の歌い方、その人の喋り方のですね、強弱、緩急、間合いを見ればですね、大体レベルが判明できると思います。まあ、空手なんかでいうとですね、3段、4段、5段というのがですね、講談社ですけれどもになっていった時のですね、その人の動きとかはですね、まさにこの強弱、緩急、間合いからですね、判断されますし、その強さはそれを見れば一目瞭然になります。そしてですね、皆さんですね、歌はそうなんですけれども、歌はですね、このまさに歌い方に関してはですね、強弱、緩急、間のですね、芸術だと思ってます。私はよくですね、堀内隆のタケトンボなんて歌を歌いますが、これまさにですね、強弱と緩急と間をですね、全く考えずに一本上司に歌ったら全く聞くに耐えないものになると思います。そしてですね、これ最後になりますが、日本人の喋り方というのは、よく言えば川のせせらぎのようにサラ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 と喋るんですが、強弱、緩急、間というものをあんまりですね、意識して喋らないのが日本人の喋り方なんですよ。ですからこのグローバルの時代に海外の人たち、外国人に向かって、あるいはグローバルに通用するようなプレゼンテーションをやろうとしたらですね、アメリカ、典型的なのはアメリカ人ですから、アメリカ人の喋り方に学んだらいいと思います。大げさなほどですね、アメリカ人は強弱と緩急と間を大切にしてですね、喋ってます。そうしないとですね、多国籍の人たちが集まった国ですから伝えられないんですよ。日本のようにですね、一本調子にサラ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 って喋ったらですね、何言ってんの、わかんねえってことになるんですよ。はい、今日はこの辺りにしておきましょう。さようなら。